とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。王の隠れ家の、ここだね。王の隠れ家にある、海の真ん中の宝箱。あれが、取れるようになってますよというコメントをもらいました。確かに、ゴール間近の、橋の上から見える島のところの宝箱、取れなかったのよ。それが取れるようになったっていうことなので、ちょっと見に行きたいと思います。あそこは本当にね、取り方がわかんなかったのよね。どうしても取れなかったんで、まあ、修正されて取れるようになったんでしょうか。行ってきます。では、行きましょうか。まあまあ、ここのダンジョン自体は、全然余裕だからね。まあ、変更が出ない限り、余裕じゃないですか。で、ここシークレットが、ね、3つぐらいあるんだよね。危ねえ、危ねえ。確か3つぐらいシークレットがあって、2つはね、もうわかるのよ。うん、簡単にジャンプできたので、わかるんだけども、シークレット2か。あ、じゃあないこともあるかもね。2だったらば、ないかもしれない。うん。島があるときないときがあるんで、ちょっと今回はないかもしれないな。あー、ないわ。ない。ここのね、先のところに、島があるんだけども、ないっすね。あ、ん？こういうとこからジャンプできるようになったのかな。いや違うな。だからね、ここまではいけんのよ。ここ行って、でこの辺からこうジャンプして宝箱は出せるんだけども、いけなかったんだよな。どうやって行くんだろうね。まあ、とりあえずその島が、出た時にやってみましょうか。毎回はね、あそこ出ないから。今回は、シークレット3ですね。3だったらば間違いなくあるんじゃないですか。他のね、2つは結構簡単に取れるんだよな。うん。こことかはもう全然大丈夫だし、もうゴール直前のところ、あそこももう全然分かったよね。で、問題は、橋の横の島のところだよね。あった!いけないような気がするんだけど、うわあああ、ここだ。足場ができてる。前こんなのなかったよ。ほんとだ。で、足、ああ、なるほどね。だって足場ないと無理だもん。どう考えてもさ。なるほど。はい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 。この足場が、追加されてるっていうわけですね。うん。やっぱり前は、これ絶対取れなかったんだ。だよね。何回挑戦しても、どうしても無理だったんで、そりゃ無理だわ。はいはい。ということで、あそこが修正されたっていうわけですね。うん。わかりやすかった。すっごいわかりやすかった。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。王の隠れ家の橋の横の島の宝箱。あそこ、取れるようになってるね。うん。今まではあれ絶対取れなかったけども、なんか足場が用意されて、そっからジャンプして取れるようになってます。はい。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。